京セラ全駅ホーム京セラ全駅は、滋賀県東大江市川豪町にある大江鉄道本線の駅である。駅番号は OR28、短式ホーム一面一線の無人駅。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り。京セラ滋賀加茂工場が駅東側にあり、徒歩10分ほどでアクセスできる。さらに東方に、 京セラ市が妖怪地工場などがある、布引き工業団地がある。駅前には民家はほとんどない。当駅と京セラドーム大阪の一関係を美鉄道の主要駅では京セラドーム大阪の最寄り駅は京セラ前ではありませんという趣旨の注意書きが掲示されている。京セラドーム大阪は大阪府大阪市西口夜崎にあり、滋賀県にある当駅とは、 直線距離で7 0トル以上離れているが、実際に乗り間違えて、当駅で降りてしまう人が少なからずいるため、このような注意書きがなされている。また、JR と大見鉄道との乗り換え駅である、大見八幡駅でも、同様の案内が行われている。京セラドーム大阪の実際の最寄り駅としては、大阪メトロ長堀鶴見緑地線、ドーム前、千代崎駅、阪神南波線、 ドーム前駅などがある。なお、阪神南馬線におけるドーム前駅の隣の駅は、桜川駅であり、偶然にも、京セラ前駅の隣の桜川駅と同盟となっているためにこれも紛らわしいという話もある。本当に、そのような間違いをする人がいるのかどうかを、確かめようとした読売テレビの特別番組、どうしてこうなったでは、ドー,ドームにおける音楽グループ。 嵐のイベント、嵐のワクワク学校2016開催日に二組が誤って当駅にやってきてしまった様子が放送されている。この二組は共に関西に土地勘はなく、経路検索アプリなどで京セラと入力したところ京セラ全駅が候補で上がったので、そのまま京セラドーム大阪の前にある駅だと思い込みそのまま来てしまったという。ありがとうございます。